皆さんこんにちは、ホタテです。早速ですが、10年前の今日を思い出してみてください。当時高校で勉強に励んでたという方や、中学校の卓球部で隣のバレー部女子のお尻を眺めてた方、またはまだ小学校低学年で真剣ゼミの付録の漫画だけ読んで残りはシカトしていた方、一人一人それぞれの10年前があると思います。私ホタテはというと、2009年8月22日に YouTube チャンネルを開設し、それから丸々10年間人生を無駄に華やかな YouTube 活動を続けてきました。ということで、ホタテの YouTube チャンネル10周年を記念して、どういった経緯でこのよくわからんチャンネルが出来上がってきたのかを振り返ってみたいと思います。正直黒歴史とか結構あるからちょっと嫌なんだけど。時は2009年8月22日。当時埼玉県で中学3年生だった俺は、高校受験に向けて勉学に励むと見せかけて動画紹介サイトとかで動画を見漁ってました。そしてそんな動画を自分でも載せて人に見てもらいたいと思い、 YouTube チャンネルを開設しました。その翌日8月23日に初めて動画をアップロードしました。なんだこのクソ動画。テレビをデジカメで直撮りしてるし、ゲームプレイも大したことないし、なんか斜めだし。誠にお恥ずかしながら、当時何がなんだかよくわかってない俺は、テレビ画面をカメラで撮影して、ノー編集で動画をアップロードしまくってました。正直忘れたいですこれ。9月3日、初の実写動画をアップロードしました。はい、どうでもいいですね。9月9日、ついに初めて全世界向けのインターネットに自分の声を公開するというクレイジーなことをしてしまいました。こんにちは、これから、まあ、マリオサンシャインの実況プレイなんですけど、まあ、実況の練習として、まあ、やらせていただきます。はい、お願いします。はい、キモいですね。まだ自信ないからって実況の練習ってタイトルにして保険かけてるしね。あんなに高レベルな人たち、ねえ、こんな感じなんですよもう。なにこの、ちょっとこれひどい、これひどい。ちょっと待ったー。ちょっと待って、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 ちょっと。当時 YouTube で活動し始めたということを学校で仲のいい友達何人かに言ったのですが、そのうち一人がかなり興味を持ってくれて、その友達と二人でゲーム実況をすることになりました。そしてその友達は何を思ったか、ブレイズというとっても中二病な名前にしてしまいました。はい、ブレイズです。どうした？クッキー食ってました。すいません。ホタテでーす。はい。よし、始めるか。この動画で初登場したブレイズという方が、今のイワシです。ね。本当はこういうオチじゃないはずなんですが、ね。こんな感じになっちゃうんですよ。あ、そうか。どういう風に。2010年3月8日、
初めてピアノの弾いてみた動画を投稿しました。またタイトルで保険かけてますね。6月8日、ついに Wii の映像を直接録画するためのキャプチャーボードを買いました。当時の俺はめちゃくちゃ嬉しかったけど、今思えばこれでようやく普通の動画投稿者になれたといった感じですね。画質めっちゃ悪いけど。その直後に Windows ムービーメーカーの存在を知り、動画編集というものに初めて手を出してみました。動画編集ソフトを使って初めて作った動画がこれです。この動画は2010年から7年間ぐらいの間、俺のチャンネルで最も再生数の多い動画でした。ホタテの YouTube チャンネルにとって大きな節目だったとも言えます。2011年の8月末、YouTube と直接関係があるわけではないけど、埼玉県の実家からアメリカのミシガン州に引っ越しました。あと、確かこの頃だったかな？パワーディレクターという編集ソフトを買いました。この編集ソフトのシリーズは今でも動画編集に使い続けています。9月18日、ついにピアノの打ち込みアレンジ動画デビューを果たしました。当時はミュージックメーカー MX っていうソフトについてきたピアノ音源でアレンジを作っていました。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりですだね、うん、ホタテです。イワシです。合わせて岩手です2012年4月24日マリオストーリーの実況を2パートだけやりました。実はここら辺が俺が無駄に変声を出したりアフレコを頑張ったりするようになった原点でもあります。ピーチ姫は朝からマリオさんたちがいらっしゃるのを楽しみにしておられましたよ。いやー、マリオ殿、ふわたせの金庫像の大臣です。俺の心のふるさとに決定。まあマリオ、パーティーに来てくれたのね、ありがとう。今度こそ我が輩が勝利するのだ。ぬーさあマリオよ、かかってこい。何
2013年2月13日、皮肉にもバレンタインの前日に、当時ヒリア中の真っ只中だった俺は、誰でもいいから付き合いたいをキモい感じで歌ってしまいました。はい、みんな2人くっつってね。あまり続かなかったけど、一応これで歌ってみたデビューです。女を見せた恋の檻、あらんだのはされ込め、やいやい遊びに行こうか、やいやい笑えや笑え。そうだね、足の裏で操作した方がいいね、あの高校の方は。あいや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 、無理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 、あー落ちた、くっそ、きつい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 、ボムは絶対持ったらあかん。ペンペン短期ペンペン、お前誰が飲みにやんのこら、そんな出んなって。バクッと、おい、あと少し出てたら、お前大事なところ見えるところだったぜ。おお、マジか、すまんな。マジでお前気をつけとけよ。おう、チンアナコのチンチンアナコ。うるせえよお前。どこか行って笑ってんじゃなかお前。2014年11月29日、ゲーム映像にナレーションをつけてこんなネタ動画をやりました。車の運転に事故はつきもの。今では世界中でたくさんの人が交通事故で命を落としています。この動画では BGM まで全部自分で作るというこだわりを見せました。今でもちょっとお気に入りの動画です。これから日常に潜む事故の危険性について学んでいきましょう。また YouTube と直接関係ないことなんだけど、2015年2月私、ホタテは、実は、彼女ができました。いいでしょう。はい。それが今の青りんごちゃんです。かわいい。2015年4月18日、マリオ・ギャラクシーのボス戦集を公開し、5月7日にはバグ集の動画も公開しました。この2つの動画により、ホタテチャンネルでマリオ・ギャラクシーのイメージが少しずつ定着するようになりました。1点ぐらい、1点ぐらい、1点ぐらい入れる、入れたい、入れたい、入れたいだって、入れたいんだって、中に入れたいの、中に入れたいの、中に入れたいの。なんかエッチなのもひどい、ひどい、一生懸命だよ。俺はこんなにも一生懸命なのに。2015年12月19日、
音楽ソフトを買い替えました。ここから先のアレンジはキューベースエレメンツというソフトで作っています。具体的には覚えていないですが、多分2016年の4月あたりに青りんごちゃんが俺のキャラの絵を描いてくれました。それ以来この二枚貝が俺のアイデンティティとなりました。2016年5月14日、初めてチャンネル紹介用の動画を作りました。おたてはアメリカのミシガンに住んでるハーフです。 YouTube やニコ動で動画の投稿をやってます。ピアノの演奏や打ち込み動画にゲームや動物旅などその他もろもろのくだらない動画をマイペースにアップします。反対から行く。テニスで行こう。おいおいテニスで行こう。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 2016年の誕生日、初めて YouTube で顔出ししました。よりにもよってこんな悲しい動画で。Let's fuck! Oh, oh, oh! Luigi! Oh, Mario! Tudun, 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 tudun. 終わろう。終わりましょう。いやー、終わりましょう。終わろう。終わろう、終わろう、終わろう。これあかん、もう。自滅。え、
2016年12月10日、俺のチャンネルで最も成功したシリーズでもあるスーパーマリオギャラクシー2の実況シリーズが始まりました。今、俺の動画を見ている人の中にこのシリーズから入ってきたって人もかなりいるんじゃないかと思います。早速襲われてるよ。ブレッでっかなんでそんなでかいの。ライアン、あ、なんだバン、タン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 、ブレインズダン、あ、ベベダベベブレダンダダンボンボンダンボンボン、ダンダン、オッケー、皆さんこんにちは、ホタテです。2017年1月15日アンダーテールのピアノメドレーを投稿しました。この動画はめちゃくちゃ伸びてホタテ史上最も再生数の多い動画となってしまいました。だって330万超えってやばすぎやろ。もう自分でもようわからんわこれ。お客様のご希望の時間にお電話をいただければすぐに奥様のもとへ素敵なイタリア人ホストがお伺いいたします。あとは二人でのマンマミーアな時間をお楽しみください。マリオオンマダム、んー、ドリフト、おー、とっ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 と、危ない、オッケー、楽しいね、オッケー、コッパみじん、あ、ちょっと待って、もうコッパみじんだったわ、今の引いた人ちょっと待って、奥さん死んじゃったけど、まあいいや、あの、奥さん死んじゃってもね、本人さえ生き残ってればね、おーこんにちは、俺のソーセージ、あれ、俺のソーセージはいかが？ほら、ほら、ちょっと試してみなって、受け止めてみなって、ほらほら、どうだ？いいか？俺のソーセージ、ここがいいのか？ほら、嫌とは言っても体は正直じゃねえか、ほら、どうだ？気持ちいいか？お、犬、お、君も試してみるか？犬さんも、ほら、あー、ちょっと、あー、ソーセージ持ってかれた、俺のソーセージ、おーい、あと少しだったのに、あと少しだったのに、もう、うん、うん、うん、ロゼッタさんっつったら、うん、近くで見てこうやってね、こう、これ、うん、うん、いいですね、いいですね、ロゼッタさん、ふう、あっ、2017年10月27日、初めて YouTube ライブで生放送を試してみました。これ以来動画に加えてちょくちょく生放送もやるようになりました。ホタテの方の2階にいる。いた。よいしょい。よいしょい。ん？あ、1階にもいる。さて、この生放送のね、これから、イワシを見るコーナーが始まりました。今回も終わった、終わりました。ということで次へ参りましょう。ちょっと待って、なんかCP 追突強いんだよ。生放送だからやり直せねえ。くっそ、動画だったら間違いなくもうね、ゲッ、よし来た感性の法則最強だからね、このゲーム、このゲームっていうかスーパーマリオギャラクシーシリーズ、この今12時になった、1月1日日曜日12時、たった今ね、年が越しました、2017年になりました。
友達いない、友達になろうよ。別にいいんだよ。友達以上、恋人未満とかでもいいじゃん。もう普通に、恋人までなっちゃってもいいんだよ。別にそんな、照れなくてもいいんだから、そんな照れなくてもいいんだからさ、もうちょっとさ、いろいろさ、お友達とかさ、お友達以上とかになっちゃってもいいんだよね。別に。お前さ、こんな綺麗なところ、なんでお前ライトつけてんの？ここで。なんでお前ライトつけてんの？電池の無駄だろ。ライト消せよ、お前。サバイバル精神全然ねえじゃねえか。電池ぐらいさ、もうちょっと考えようよ。そして、今、で、ブレーキ。やばい。あー！やめて！やめて！やめて！あー！あー！ふっ！あー、ダメだ！ミスだ。自分でキーンってなってる。めっちゃ来てる。勝った。よし、勝った。ナイス。2018年5月26日、有料のピアノ音源であるピアノテック6を買って打ち込みを始めました。今までと比べて格段と音が良くなりました。シリーズの名前は、どうしようかな。ホタテ Q&A、違う、ホタ Q、ホタテ変身、違う、ホタテ変と、ホタ変？ホタ変、ホタ米、ホタ米、ホタテに米、ただの寿司じゃないか、これ。ホタテがコメントに返答する動画、OK、ホタテがコメントに返答する動画。のび太、You fucking pervert。のび太さんのエッチ。 My eyes, my fucking eyes。 メガ。あけ、何の話やったかな。ああ、そうじゃ。あそこのことさったな。あいつはなかなか不思議なモンスターでな。我々の中でも最も強い種類で、ボスモンスターと呼ばれておる。やっぱりファーストクラスって快適だな。やっぱ2階席のチケット取っといてよかった。あれ、これってまずいんじゃない？大丈夫じゃない。あ、絶対大丈夫じゃない。これ大丈夫じゃない。あ、ちょっと待って、それ乗ります。ちょっと待って、やっぱいいです。そして低画質ピーチになってる。なんやこれ。地獄で燃えてしまえばいい。OK。 じゃあそろそろ戦いが始まる。あ、ちょっと待って。なにちょいなにこれ。僕ずっと一人ぼっちだったから、他にモデルがいなくて、僕の分身だから優しくしてあげてね。
かわいい。なんかかわいくなってきたな、この子どんどん。ラルセイをハグ。ラルセイをハグした。のこのこさん、のこのこさん、ちょっとちょっと赤コーラ頑張って。あクッパさん、クッパさん、ちょっとちょっとキノコ、俺のキノコ、あなたのアナルに入れたくない、クッパさん。そして2019年8月22日ついにホタテチャンネル10周年です。いやー、長いようで短い10年間でしたね。高校受験生の時に始めた YouTube ですが、今や25歳エンジニアです。もう年です。タピオカの流行りが理解できません。俺の時代はタピオカって言ったら、キーボード叩き割りながらタピオカパンって叫んでたドイツ人の少年しか思い浮かびません。とまあそんな感じです。この前チャンネル登録者が1万人達成しましたが、その時は特にお祝い動画とかは作りませんでした。だって何人ぐらい人いるかとかそんなん気にしないしね。それよりチャンネルがどれくらい成功するかとか関係なく、自分はこのチャンネルを10年間続けてこれたことの方がよっぽど誇りに思っています。今まで俺のいろんな動画を見てくれた方や生放送に来てくれた方、本当に本当にありがとうございました。実はこの動画は10周年を祝う動画として始めましたが、最後に皆さんに重要なお知らせがあります。今まで10年間 YouTube を続けてきましたが、本日をもちまして私ホタテは普通に YouTube 活動を続けます。今一瞬ドキッとした、ドキッとしたでしょ。やめると思った、やめると思ってヒヤッとした。え、ドキッとしてない？それもそれでちょっと傷つくな。まあとにかくそんなこんなで今後も続けていこうと思います。最近は仕事のことなどで忙しくなってきていますが、そこら辺はなんとか耐えますのでよろしくお願いします。現状報告とか、まあどうでもいいクソコラとか、どう見ても変態なつぶやきとかが見たい方はぜひツイッターでフォローしちゃってください。というわけでこの動画はこれで終わりにしたいと思います。見てくださった方ありがとうございました。ではまた次の動画とか生放送とかで会いましょう。